一週間の地震についてお伝えする週間地震情報です。まずこちらの図をご覧ください。こちらは今日の午前10時までの1週間に発生した震度1以上の震源をプロットしたものになります。この期間ですけれども、体に感じる地震は10回にも満たない状況でして、全国的に見ても地震活動は比較的穏やかだったとこういうことが言えます。 この中で今週はこちらの地震を取り上げました30日月曜日の18時16分ごろ富山県西部を震源とするマグニチュード3.4の地震となりますこの地震によって富山県の南都市で震度2を観測しております富山県西部を震源とする体に感じる地震は去年8月19日以来5か月ぶりの発生となります で富山県西部ですけれどもこちらはもともと地震活動があまり活発ではありません今回の震源に近いところですと2019年に震度12002年に震度2の地震が起きた程度となっております一方この辺りですけれども こちら、今引いた赤い線ですね。この辺りに小川断層帯と呼ばれる断層が伸びております。今回の地震は震源断層の周辺で発生をしております。政府の地震調査研究推進本部によりますと、この小川断層帯全体が活動した場合、マグニチュード7.9程度の大きな地震が発生すると推定されております。ただ、今の段階で、この、 消化は断層帯がま近いうちにですね、ま地震を起こすようなま切迫した状況ではないというふうに見られます。そして海外の地震ですね。こちらが USGS アメリカ地質調査所が決定したマグニチュード4.5以上の地震の震源となります。この期間ですけれども、最も大きかったのが。 日本時間の2月1日夜に発生したフィリピン・ミンダナオ島東部を震源とするマグニチュード6.0の地震となります、まあ、世界規模で見ても、まあ、この一週間は地震活動は比較的静音だったということが考えられます今回のこの2月1日の地震、まあ、浅い地震だったんですけれども、まあ、揺れによる大きな被害の発生はしていないというふうに見られます でここののフィリピンですすけれども、まあ、プレートの境界に位置をししてておりりましてまあ、日本ととと同様、まあ、地震活活動が活発なところとなろ、まあ、ミンダナオ島の周辺ですと、まあ、最近では2021年8月にマグニチュード7.11976年には島の南西海岸、南西の沿岸でマグニチュード7.9の大きな地震が発生をしまして、まあ、多数の死者が出た事例もあります。 最新の地震情報やトピックスについてはお天気アプリウェザーニュースでもご覧いただけます。